こんばんは。フットボールの熱狂を余すところなくお届けします。ジョン・カビラです。本日はコナミカップトーナメント鹿島アントラーズ対サガント。さあ、観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。どちらが先にゴールネットを揺らすのか、プレッシャーをかけます。主審がファールを取りました。これは出てもしょうがないですね。サガントス、激しいですね。うん、カードが出ました。警告です。先ほどのファールです。行くのはいいんですけど、ちょっと激しすぎますね。オボムソク、倒されています。サガントス、ピンチ。さあ、キッカーはピンチを迎えています。この場所だったら狙ってくるかもしれませんよ。よく守ります。これを拾って、さあアントラーズ、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。真ん中へ入れた。素晴らしい集中力。危ない、キーパーパンチング。いいプレーですね。キーパーナイスプレーで、ここはしのぎます。またチャンスになります。最後のところでタイミング合いませんね。
素晴らしいディフェンスだ。さあ先制点のチャンスになるか。この距離からどうだ。キーパーを防いでいる。防いだボールはラインを割っていきました。いい感じでしたよね。しかしこれはキーパーのプレーが上回ったところ。またチャンスが続きます。ただ流れは来てますよ。さあ中に入れる。まだチャンスですよ。ボールはタッチを割ってスローインです。ここからチョイデジュ。さあ前半も時間が少し経ちました。アントラーズ立ち上がりどうですか。はい、悪くないですよ。まだこれからですけどね。そこからイグワンジェ、ハウラン、今のはファールです。この位置から蹴るのは、今のはファールです。ヘディング、硬い守り、サイドに逃れました。0対0、点差はありません。いいところへ上げてきた。ディフェンスいい集中力溜まってます。来たんじゃないですか。シュート。アントラーズ本日4本目のコーナーキックです。またチャンスですよ。アントラーズまだ流れはあります。ゴール正面、よく守っています。ロングシュート、あーっと惜しい。思い切りの良さが感じられますね。遠いところから狙ってきました。回して勇気、右サイドの攻撃になりました。前方へ、そしてここはチョイデジュ。サガントス、前半の中盤に入りました。しかしまだシュートがありません。ちょっと慎重になりすぎてますね。右サイドを使います。遠目からいった。右から行きます。狙って、いいディフェンスです。右へ回す、縦へ、左へ、つないでオボムソク、そしてイグワンジェ。長いボール、あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。タッチを割っています。ここはチョイデジュ。おっと笛です。プッシングを取ったようですね。ちょっと持ちすぎたか。ここからアマレイド。右から攻めます。左へ出して、縦に出して、縦に出す、縦に送ります。大きく横へ運んでいきます。ゴールを狙った。これは真正面。アントラーズとしては早く得点したいと思ってますよ。結構シュートは打ってますからね。いいところで奪った。どうだ、際どいボール。本当うまいですね。ウルモブ、ここは完全にフリーとなっていましたが、惜しくも外しています。ここはナドソン、ホイッスルです。反応早かったです。
前に出した。左へ回して。遠目から放った。ここは入れたかった。いい形作れてましたからね。ちょっと残念です。はい。前半40分を回りました。ヘッドからスルーパス。通った。打ってきた。ああ、これは決められない。シュートは枠の外に逸れてしまいましたが、中西さん。シュートのイメージはできてますから、次に期待ですね。さあ、ここでナドソン。横へ運んでいきます。縦に出した。アントラーズ、左から上がっていく。ボールを入れるのはキム・ジョンチョン。アマレイド、中央にいる。そこから中央にいる。さあ前へ。あっとオフサイド。今のシーンです。ワンタッチで。これを中へ返して。激しい攻防です。回してアマレイド。勇気。うまくコースを塞ぎます。あっとここで前半戦終了。中西さん、今のところどうご覧になりますか？アントラーズとしては立ち上がりでいい。今後半が始まりました。どちらが先に均衡を破ってくれるんでしょうか。さあどんな展開を見せるのか。どちらが先に均衡を破ってくれるんでしょうか。激しいマークを見せます。先制点のチャンス。ボールの先に。ここはヘッドでクリアします。ファールとなりました。ハウラン、主審から注意を受けています。プッシングの反則を取られたようですね。このボールを蹴るのは、プッシングの反則を取られたようですね。ヘッド。あっと外れた。オボムソク、今日の意気込みが感じられるシュートを放っていきました。はい、気持ち入ってました。さあここからの攻撃、チョイデジュ、縦に大きく出します。これは大きすぎましたね。ボールを持っているのはアトム。スクエアにボールを運びます。縦への大きなパス。来た。オフサイドにかかってしまった。さあリプレイです。前へ送る。左へ出した。そしてここはチョイデジュ。つないでチョイデジュ。さあ今度は右から上がっていきます。鉄壁の守りを見せます。左へ回す。大きく前方へ。そしてハウラン。縦へのロングパス。ここはゾウジンゼイ。後半の15分を回りました。先制のチャンスだ。あっと打った。いい位置でスローインになりました。まだ得点シーンは見られていません。ミドルできた。これもクリアされます。最終ライン集中してますね。ここからウルモブ。ウルモブファールです。フリーキックになります。さあロングパスだ。一人で持っていく。後半も半ばに差し掛かったところですが、いかがですか中西さん。はい、ワンチャンスで勝負は決まりそうですね。
よく守ります。この位置でスローインです。ボールはゴール前、ヘッドゴール。アントラーズ均衡を破りました。アマレイドチーム待望の一発を決めます。試合の流れが変わりました。この選手背が高いんですよね、うん、上から来られたらどうしようもないですからね。画面ではリプレイをご覧いただいています。アントラーズいいところで先制点を挙げました。中西さん、いや素晴らしいゴールでした。これで落ち着いて試合を進めていけると思います。なるほど。サガントス今のところ1点を追うという形です。これをどうご覧になりますか。チャンスはあるんですけどね、あと一押しじゃないですか。追加点のチャンスだ。あと少しで後半30分。右サイドからそこからデルバジェ、前に送る、左サイドを使ってきた。まだ時間はあります。左へ出した。さあ左にいるのはアマレイド。ここは精一杯クリア。これはクリアします。シュート、これは目の前でした。後ろにパス、前へ、大きく前方へフィード。時間は残り5分。アントラーズ何も起こらなければ決勝へ進めます。ゆっくり攻めていきます。さばいて前に送って、いいチェックですね。ここでカット、一旦キーパーへ。これはつながらない。主審が時計を乱しました。アントラーズ勝てば決勝進出です。中央から持って上がり、そして今笛が鳴りました。試合終了、1対0アントラーズ1回戦を勝利しました。いや中西さん、後半でようやく試合が動きましたね。はい、前半はちょっと膠着状態でしたからね。アントラーズとしては最後まで集中が切れなかったことが今日の勝利につながったと思います。そうですよね。では試合後のスタッツを少し振り返ります。アントラーズやはりシュート数でも上回った結果になりましたね。はい、積極的に攻撃した結果だと思います。次もこういう試合をね展開してほしいですね。改めまして試合結果は1対0、アントラーズこれで決勝進出となりました。そろそろお別れの時間となりました。本日の解説は中西哲夫さんでした。中西さんどうもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。実況はジョン・カビラでお届けしました。画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。それではまた皆さん、またお会いしましょう。
サッカーを愛してやまない皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。今日はコナミカップ鹿島アントラーズ対ガンバ大阪決勝戦の模様を存分にご覧いただきます。今日は中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。さあ中西さん、いよいよファイナルまで来ましたよ、はい、今日は両チームと悔いの残らないプレー見せてほしいですね。記念撮影が行われています。両チームのフォーメーションはこのようになっています。さあ、頂点を決める戦いの火蓋が今切って落とされました。サイドをご紹介しましょう。向かって右のエンドから攻めるのがガンバ、反対側左のエンドからがアントラーズ。短くつなげて、旗が上がりました。オフサイドです。リプレイを見ていただきましょう。右に右サイドの攻撃になりました。左サイドを使ってきた。前、縦、そしてここはイグアンジェ。このまま持っていく。右から攻めます。今度は左から上がっていった。ガンバ左から上がっていく。ここからアマレイド。さあ、どんな攻撃を見せるんでしょうか。ここからのフリーキック、よく守っています。必死に守ります。ガンバなかなか最終ラインを割らせません。オフェンシブハーフ、オボムソク、シュート。前半入ってまだ間もないところ、アントラーズ少し押している感じですよね。ゴール！アントラーズ先制点を決めた。決めたのはミッドフィルダー、オボムソク。場内が大歓声に包まれます。おいしいところきちっと決めてきましたね。さあ、画面にはリプレイが出ています。アントラーズ先制のゴールを決めましたが、中西さん、はい、やはり先制点を決めるということは試合を有利に運ぶためのポイントだと思うんで、非常にいいと思いますよ。前半の15分を回りました。同点のチャンスだ。ボールは正面へ、当たった。そこからアマレイド、ダイレクトで送る。大きく前方へ。左へ出して、ナイスセーブですね。はい、よく動けてます。左に出した、縦へのパス。ここはアマレイド、この試合ワンアシスト。おっと、笛が鳴りました。さあ前へ、
さあ通るか。おっといいボール出ましたよ。危ない。アントラーズ、得点してからいかがでしょう。イメージが残ってるし、もう一点いってほしいですね。さあ追い上げたい。左に振ってスローインに変わります。スローインするのはシュタナー。まもなく前半も30分が経過します。スクエアにボールを運びます。縦に送ります。追加点のチャンスだ。さあ正面だ。頭で来る。外した。いや、決まってもおかしくないいいコンビだったんですけどね、しかしこれはわずかに合いませんでした。つないでキム・ジンシク、ダイレクト、そしてサントス、前に送る、中央から持って上がります。体で止めた。ちょっと危ない感じでしたね。今の弾くのは精一杯でしょう。初めてのコーナーからのセットプレー、誰に合わせるのか。飛び込んだ。もう決めた。来た。2点目。アントラーズリードを2点に広げた。オボムソク、今日これで2点目。これで今大会2点目。ノリに乗っています。この選手には監督も期待してると思いますよ。そうですね。アントラーズ、今のところいい展開で得点を重ねています。本当そうですよね。順調ですよね。ガンバ、サイドを切り崩されているようなんですが、はい、ただクロスボールを入れられる前に早めに対処した方がいいと思います。なるほど。あっと笛が鳴りました。ファールです。これは傷んでいます。ん、ここはおこの位置から蹴るのはネタ。ヘディングシュート、わずかポストの左。いやー、いい位置にいましたね。はい、ガンバ外れはしましたが、ただいまの1本で今日のシュート数を3としています。回してキム・ジョンチョン、右にはイグワンジェ、そしてここはナドソン、右サイド、ナドソン大きく横へ運んでいきます。そろそろ前半も40分を回るところ。ガンバ2点のビハインド、前方へフォワード、アマレイド、真ん中から上がっていく、さばいて、さあワンタッチでシュタナー、うまく食い止めます。下げてここは熊谷、そして左から熊谷、右へ展開して縦に送って、左へ出した。このスルーパスはここはカットします。笛が鳴りました。前半終了。アントラーズ、前半戦リードして折り返しましたがいかがでしょうか。まあリードもそうなんですが、無失点で前半を。さあ後半戦始まります。ガンバ引き続き前半の勢いを見せてくれるんでしょうか。そこからメタ、前に出した、
よく走ります。さあ1対1だ。うわ、決まった、ゴール。後半開始早々、アントラーズ3ゴール差をつけた。アトム後半いきなり決めます。サポーターが湧いています。ほんと何か少しきっかけが変わっただけでこうなっちゃいますからね。さあアントラーズ、大きな大きな3点目を入れました。さあガンバ3点差をつけられました。長いボール縦に出した、打った、決めた、4点目。ディフェンスの集中切れてますよ。後半まだ始まったところ、ガンバ再びゴールを奪われてしまった。アマレイド後半始まってすぐのところ、今大会2得点目。本人も大きな手応えあるんじゃないですか。スタジアム中が大歓声で揺れています。いやー、いい攻撃の形でしたね。画面ではリプレイをご覧いただいています。さあアントラーズ4点差をつけています。ファールがありました。前に送る、アマレイド横へ運んでいきます。ここはメタ、長いボールだ。アマレイドスクエアにボールを運びます。狙った、あー際どいぞ。うまく突破しましたよね。はい、完全にフリーになっていましたね。惜しいプレーでした。ここは次に期待です。アントラーズ後半立ち上がりいかがでしょうか。うん、いいと思いますよ。ただ点差を考えた戦い方をしてほしいですね。縦にボールが出ました。危ない、入るか、あっとわずかにそれた。こういうところを外すと後で大変になるんで決めてほしかったですね。アマレイドフリーになったんですが最後は外しています。さあフリーになったんですが最後は外しています。左へ展開して左サイドからの攻撃になりました。繋いでシュタナー、プレッシャーをかけます。そしてメタ、前に送って、後半の15分に差し掛かりました。右へ出して回して、右へ出して縦への大きなパス、ワンサイドゲームの様相を呈してきました。大きく横へ運んでいきます。この距離からどうだ、アントラーズここまでの戦いぶりいかがでしょうか。中西さん、ちょっと押され気味ですね。自分たちの形をうまく作ってほしいです。追加点のチャンス、一旦後方へ下げます。左にさばいて縦に出す、右を使ってきた、縦に出して、ガンバ右サイドから上がっていきます。大きく縦へ出します、右へ回す、ダイレクトにつなぐ。後半30分を回ろうというところ、狙ってきた、キーパーナイスキャッチ。左サイドから上がっていく、いいプレッシャーですよ。あっとファールです。ガンバこの場所だったら狙ってくるかもしれませんよ。狙ってくるんでしょうか。いいディフェンスです。クリアした。
あっと笛です。ファールがありました。アントラーズボールになります。これはクリアします。狙ってきた。ディフェンダー必死にコーナーへ逃れました。もう一度チャンスになります。最後のところでタイミング合いませんね。これもクリアされます。もう一度、おっと狙ってきた。アントラーズコーナーが続きます。またチャンスですよ。アントラーズここまで持ってきました。ヘディング、ゴール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 、アントラーズなんと5点目。オボムソクやってくれました、ハットトリック。いやいい感じですね。今大会3得点目。これ今後もかなり注目を集めそうですね。大歓声が響き渡ります。しかし今のはうまく決まりましたね。中西さん、ガンバ大差をつけられています。左へ回す、下がったボールはナドソン、ダイレクトパス、右サイドを使ってきた。一旦キーパーに返しました。そしてここはパクウォンジェ、この試合ワンアシスト。左を使ってきた、左に振ってきた、前へ送る、左サイドを使います。ロスタイムです。残り時間少なくなっています。アントラーズ優勝は目の前にある。一旦キーパーへ、うわーっと、ここで試合終了となりました。アントラーズトーナメントを勝ち抜き、コナミカップの王座に輝きました。世界中のファンが見つめる中、またここに一つの大きな感動が生まれます。いやー素晴らしいですね。中西さん終わりましたね。はい、もう嬉しいでしょうね。この瞬間のために戦ってきたわけですからね。またサポーターも本当に喜んでくれてると思いますよ。
さあ今トロフィーの贈呈が始まろうとしています。大歓声の中、サポーターとともに選手たちが喜びの表情を見せています。皆さんにはお聞きいただけるでしょうか。スタジアムはサポーターの喜びの声、そして拍手に包まれています。そしてサポーターたちに見守られる中、今大会は無事終了です。ご覧いただきましたように、決勝戦の結果は5対0、アントラーズ見事に優勝を決めました。さあ放送時間がそろそろ少なくなってまいりました。本日の試合は中西、pessoal, usando a configuração da minha máquina aqui, eu vou mostrar para vocês verem, tá bom? Vamos lá. Intel Core i3-530, 2.93 GHz, 4 GB de RAM e minha placa de vídeo, que é uma GT610, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam no canal, compartilhem, Alexandre o Grande, e até a próxima, pessoal. Valeu!